鈴鹿けの木は、鈴鹿けの木か鈴鹿けの貴族の落葉紅葉樹。鈴鹿けとは鈴鹿け、もしくは鈴鹿けとも書き、山伏の小族のことである。山伏が胸に装着する、ケツゲさにつける休憩の房に、本種の果実が似るところから、族の学名であるプラタナスと呼ばれることが多いが、日本で見かけるプラタナスは、本種よりももみじば鈴鹿けの木であることが多い。樹高は、 約10から30メートルに達する。樹皮が、ブチに剥げる特徴を持つ。葉は大きく、カエデに似ていて、手のひら状に5から7列し、列片には、巨子がある。傭兵の気分に小さい卓葉がある。花器は、春で、花は、炭鉱緑色で、雌花、尾花を、別々の葉の付け根の登場果女につける。果実は、晩秋、長い柄の先に、 痩せ花が多数集まった3.5センチメートルほどの休憩花を一本の果軸に3から4個連なって下水する。原産地はヨーロッパ南東部アジア西部で日本への導入は明治年間とされる。成長が早いため街路樹や庭園樹として利用されてきた。日本では街路樹としてもみじス鈴カけの木が多く使われる。もみじば鈴かけの木は鈴かけの木と アメリカ鈴鹿家の木とのシュである。材は奇具用。鈴鹿家の花は春の季語。花言葉は天才。この花言葉は古代ギリシアにおいてアテネにあるプラタナスの並木道の木陰で哲学者たちが哲学などを説いたことに由来する。ありがとうございます。